中でぶっ殺しまくったせいで誰のことだかわかんないわ。あんたたちにあいつがやられたっていうの？ターゲットを確認。オリジナル伊坂美琴本人だと美坂は断定します。お姉様がいっぱい。でも喜んでいる状況ではなさそうですわね。操られてるわね。ちょっとそこのおっさんと隠した覚悟はできてるんでしょうね。なんでもいいよ、どうでもいいよ、そういうの。ひとまずぶちのめそうぜ。俺のゼロ次元に使えそうなら回収するし、使えねえならてめえのおもちゃで OK だろ。なんでゼロ次元にそこまでこだわるわけ？新発見への欲求不明？そんなもんじゃねえよ。もっと植物的だよ。ゼロ次元とは何かが分かりゃてめえも分かる。まあいいか。私はあの第三位を瞬殺できりゃ十分よ。あなたは？さーて、逃がさないわよ第三位。健闘を祈ります。逃がさないわよ第3位。健闘を祈ります。逃がさないわよ第3位。健闘を祈ります。
気がするわ。被害が少なくて助かりましたわ。あなたは。さーて、逃がさないわよ第3位。健闘を祈ります。倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと伊坂はすかさずねぎらいを口にします。ターゲットは戦闘不能ですと伊坂は状況を報告します。なんだよなんだよ、やっぱ空間移動系でも使い物にはならねえか。まあ11次元を利用してるんじゃ方式的には正反対だしな。ってことはてめえのおもちゃにしちゃって構わねえよ。なんとか言えっつんだよこら。ターゲットはすでに戦闘不能ですと伊坂は再度報告します。おいおい、その辺にしておけよ。だから伊坂いなくのしちまいやがって。でゼロ次元の極点の旨味ってのは？あくまで予想だがな、ゼロ次元ってのは一つの世界だ。ゼロ次元と三次元は対応しているが、ゼロ次元は全て合わせても一点に過ぎない。その一点さえ手元にあれば三次元の全ての座標とリンクできる。つまりワープやテレポートのための中継ポイントみてえなもんだ。テレポートなんざ珍しくもないでしょう。レベル5に認定されているやつもいない。そうだ、11次元方式じゃ結局距離や重量に制限がある。銀河の果てまで飛べる能力者なんざ見たこともねえしな。だがこの新方式なら話は違う。欲しいもの、好きなものは銀河の果てから手元へかき集める。いらないものを、嫌いなものは全部まとめて銀河の果てまで吹っ飛ばす。いつでも自由にどこでも好きなだけ。シンプルだろう。すんげえシンプルすぎる帝国主義だぜ。お前キアラ、おめえもいんのかよ。アクセラレーター、めんどくせえな。どうして？
そんなわけでさ、ちゃちゃっと軍門に下ってもらおうか。実験装置。ザコ。ああ、吠えてろ第一。すぐに引きずり下ろしてやるわよ。健闘を祈ります。フライの彼氏が足りないだろ。どこ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 どで倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと伊坂はすかさずねぎらいを口にします。ああ大丈夫？そいつってあんたにとっちゃ最後の希望だったんじゃない？いや大丈夫だよ。むしろ今までのは本命がダメだった時のための保険みてえなもんだ。結局こいつらは保険にすらならなかったがな。で、結局最後はこうなるわけだ。指示通り麦のしずりを包囲しましたと伊坂は報告します。別に何も嘘はついちゃいないぜ。最初に言ったはずだよな。俺に協力すりゃてめえより上位のレベル5を抹殺できるチャンスに恵まれるって。今度はこっちのお願いを聞いてもらう番だ。そんなわけで実験機材になりやがれ。私のメルトダウナーは電子を粒子と波形のどちらにも変えず曖昧な形のまま高速で射出する能力。ミクロのレベルであらゆる物体をつなぎ止める電子を量子論を無視して強引に操る能力だ。てめえの言う通り、ある意味では麦のしずりは三坂みこと以上の怪物ってわけだよ。一次元の点をぶち壊すにゃおあつらえ向きだよな。寝ろよ化け物。こいつを能力だけのマリオネットにしまえ。私に盾つくのかな。戦いたくなんてないけど。